ヤムチャを食べに行きたいと思います。そこのヤムチャはなんかほんまにね、餃子、ごま団子とかすっごい美味しくて、まあすごいシンプルな動画今日は、まあ、美味しいご飯また食べて、好きなものなのでちょっとで買い物もするかもしらんけど、まあそういった一日になると思います。はい、ゆるい動画やね。ようやくハミルトンに着きました。一応ハミルトンはな、ニュージーランドでは3番目に大きい都市と言われてんねんけど、でもそこまで大きいって思えへんな。なあ、まあでもいろいろあるし、街っていうかまあビルか、ビルとかも結構あるけど、そんななんかめちゃめちゃ街とは俺は思わん感じがするかも。中華は先行こう思ってたんやけど、うん、まあ、そこまでまだお腹空いてないということで、そうですね。で、あのキャンプギアが売ってるところに、なんかハミルトンにそういうところがあるっていうのを知ったから、うん、ちょっとあのキャンプギアを見に行こうと思って。いいね。いいね。シャボーン。どうしたの？せっかく着いたのにね、今日はね、オンラインで勝った人がこれって知りくるだけ。だから今ちょっと怒って、ここの目の前でオンラインショッピングして勝って取りに来たよって言うかなって思う。そんなことあるん？まあ、いいよ。どこ行く今からとりあえず。とりあえずショッピングモールに行きます。じゃあこれの代わりにショッピングモール行くか。やったー。じゃあ行こう。やった。一応ね、ここにはね、アウトレットがあるんですよ。アウトレットやからめっちゃでかいイメージある、日本って。うん、なあ、うん、入ってるお店こんだけちっちゃっちっちゃっ6個。いや、一応7個。あ、7個、入り口これ。じゃあ、ちょっと紹介しようか。はい、じゃあ橋。あの見えてるの、じゃあ橋。ここスタートで、あそこ。そこやばない20メートル先終わり。一応見ようか、なんかな、うん、ちょっとゆっくり見よう、うん、ビビるめっちゃ安い。これ割引されたところからさらに半額ですよって。聞いてみようか。うん、聞いてきて。かわいい。So it's gonna be $20. $20 ドル。さらに半額で20ドルになります。1500円ぐらい。安っ。え、これめっちゃ可愛いねんけど。履いてみたら？いや、サイズがないよ。ああ。女性用かな。ああ、そかそか。こういうの。続いてサーフショップに来てます。可愛くない？かっこいいやん。リップカール？うん。似合うでしょうか。迷うな。うん、そっちの、うん、似合う、色の方が似合ってる。結局アウトレットで1個だけ収穫がありました。じゃーん、なんとじゃーん、同じのに買っちゃった。おそろい。吉橋さんいつもリュックサックばっかもんな。そう、いざ手がかかったから、うん、ちょうどよかった。行きやすいやったな。2つで30ドル。え、言うな。え、言ったか。言っていいよ。どう、かわいい。かわいい。ちょっと短すぎ、そのもん。なんかハマってるらしい、このダンスに。じゃじゃーん、リーバイスで。じゃじゃーん。おそろー。ボンバース。ボンバース。リーバイス。リーバイス。ボンバース。まあ、とりあえずモール入ろうか。はーい。一応ここのモールはね、結構でかいモールです。こうやってまあフードコートもあるようなモール。彼女はなんかね、お腹すいた、やばいって走って今ゴンチャ向かいました。何買ってるんですか？ゴンチャ買います。
ゲットしちゃいました。ゲット、ガンチャー。キューキューパッションフルーツのグリーンティー。行っちゃった。行っちゃった。もうめっちゃ楽しみにしてた、これ。飲んでみてよ。はい、飲みます。うまい。やばい。激うま。激うま。うん、ね。ストロー飲ましてよ。うん。うまっ。これはうまい。やろ？やろ？やろ？うめえよ、これは。ちょっともう一杯。いいよ。うまっ、うまいやろ。俺のために飲んでくれたやな、ありがとう。あじゃあああ、待って、こだありがとう。いいえ、かわいい街なんだ。こういうとこに寿司屋さんだ。そう、の寿司さん、いるしん。お、店主ですか。いるしん、ツナ缶です。スパムなんですけどな。よっしゃ、やった、待ちに待った、ヤムチャチャイニーズレストラン。これ裏返ってる。ちょっと嬉しすぎて。ヤムチャ、じゃあちょっと堪能しますか、今日は。はい、またこれ裏返ってる。興奮しすぎて喉震わしてよ。揃った、全部全部揃いました。お腹ペコペコペコ。じゃあ食べますか。はい、いただきます。一口でいくね。いった。プリ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 、もちプリ。うますぎる。うますぎ、うますぎ。一番最初の味。うまっ。うまい。チャイブス。これ買いましょう。バリ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 。やばい。これの焼き餃子みたいな。焼き餃子。どうも。うまっすぎ。ここはもうずみうまいな。うん。ピケピケちゃん。見えるか。プリプリなの。見えないか。伝わるでしょう。うん、やばいな。これただ単に食べてる動画やけど。ほんまに。毎回笑みがこぼれちゃう。うん、こんな肉肉しいシューマイ初めて食べる。シューマイ断面はこんな感じ。めっちゃ肉肉しい。落ちたら全部から。締めごま団子。やっぱワンセサインボー。チンドイジョンヤモワチンデディチンドイヤマどちらいい。ルーレットな。タラタタ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 。乾杯。完食。今日はごま団子、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 ごま団子。彼女はトイレに行っちゃいました。でもごま団子が届いた。もしかしてと思ったらやっぱ来てた。食べようと思ったのに。危ねえ、取られるとこやった。めっちゃうまそうやな。やばいな、開けとけよ絶対これ。いただきます。せーの。あくあくうまうまあかい。甘さ取れるじゃない。うん、こういうのを別腹と言いますよね。上厚すぎてさ、うん、上皮めくれると思ってこっちに押したらこっちに。いくで。おっと、うまい。お腹いっぱいだ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。腹いっぱいでも超満足。冷たいのをグイと舐めたいから今から待ちに待ったパープルライスの飲み物、うん、飲むぞ飲むぞ。でもちょっと不安要素があるんよ。何ですか。さっきちょっとパッて車で通ったら、うん、ちょっと変わっててん。くそやろ。だからあるかないかは分からへんけど一応見てみよう。近いしほんまね。もうこのちょっと10メートル、え、20メートルぐらい先に看板があるはずやねんけど、うん、
ない思ったもん、うん、マジでそれかと思った。日頃の行いや、これ完全日頃の行いや、俺のゴミのとこ、ゴミ自分で言う、ゴミゴミ予算、ゴミ予算きちんとで、すごいよな、お米をヨーグルトに入れようっていう発想が、ほんまにそれの、うん、じゃあ飲みますか、飲んでくっちゃーん、待ちに待った、うまっうまっ、まあ、今日はね、こうやって別の町に来て美味しいご飯食べてな、うん、内容はそこまで濃くないかもしれない、うん、まあ、こうやって海外でもこういう食べ物とかあるっていうのを紹介できていったらなってな、うんうん、まあ、紹介とかも自分が楽しんで、そうそうそう、美味しいだけなんか、ねうん、ってやってるだけやけど、みんなとシェアできたら、まあ、シェアできて楽しんでくれたらいいなと思ってます、ね、まあ、今日はこの後特に予定ないから、うん、カフェでも行って、まあ、動画編集したり楽しくワイワイ喋ったり、街ブラブラしたり、街ブラブラしたりちょっとしていくわ。じゃあ今日はありがとうございました。またね。